もう隙間を何度かね、この埋めては削ってをね、ちょっと繰り返したんですけど、だいぶね、隙間なくなったんじゃないかな。もうね、この爪でね、引っかいてもね、引っかかりがほとんどないので、これでもう塗装に入って大丈夫な感じだと思います。で、今日はね、キャノピーにマスキングをした状態で、このコックピットをね、まず塞ぐところから始めていきたいと思います。パーツにねバリが出てたりとかしてね、あんまり状態が良くないので、まずはねヤスリがけをしていきます。でコンパウンドを使ってきれいに磨いていきます。これ特にねこっちの小さい方のねパーツの方は、この湾曲してる部分がねこう真っ二つにパキッとこう割れてしまう時が結構多いので、力入れてあまり磨かない方がいいかもしれないですね。何度かねちょっと割れたことがあってね、でも割れちゃうともっと戻せなくなっちゃうので、ここはね結構慎重にやった方がいいですね。で最後はね長谷川のセラミックコンパウンドをかけます。でさっきのタミヤのねコンパウンドはちょっとね目立つ傷がある時だけやりますけど、普段はねこのセラミックコンパウンドだけで終わらすことが多いですね。でこれを入れるとね結構透明度が上がるので、まあ比較的いつもやってるとは思うんですけど、これ結構おすすめですね。透明度がね結構上がると思うんですけど、どうですか？まあ、気持ちの問題もあるかもしれないですけど、でもねだいぶ綺麗になったと思うんだよな。でいよいよキャノピーをつけるんですけど、キャノピーの接着はねこちらのタミヤのね多用途接着剤を使っていきます。まずはねこの内側のホコリとかねあらかじめ取っておきましょう。でこんな感じでね爪楊枝かなんかを使って精密に接着剤をつけていきます。でね、なるべくはみ出さない方がいいですね。結構ねはみ出すと後で汚くなっちゃうの でだけどね隙間空いちゃうとね今度ね塗装した時の塗料が中に入ってっちゃうので、隙間を埋めないように、隙間を開けないようにしてね。けど、この綺麗につけるようにします。ですね。
これキャノピーをね、この開け閉めできるようにしてあるので、このねキャノピーとコックピットの隙間からね塗装が回り込んでこないようにね、今ちょっと両面テープをつけて、仮止めをしておきたいと思います。はい、多分大丈夫だと思うんですけどね、一応ちょっと念のためにしっかりと密着させておきます。はい、これから、キャノピーにマスキングをかけていくんですけど、とりあえずね一旦プラクリーナープラスでね、このキャノピーの表面のね油分を落としていきます。はい、キャノピーを今ねマスキングで養生していくんですけど、今回はねこちらの既製品のねマスキングシートを使っていきます。端っこからやっていこうか。これね2基分ついてるんで結構ねお得感はありますよね。よいしょ。でですね、この粘着部分に、指紋をつけちゃったりとかするとね、粘着力を落っこってきちゃうので、なるべく粘着部分には触れないようにしながらね丁寧に貼り付けていこうと思います。ランディングギアをねしまい込むためのこの格納庫ですね、こちらを先にちょっとね、ホワイトで塗装したんですけど、この上からね今艶消しのブラックでサフェーサーをかけるんですが、ここを、練り消しでねこの穴をね、養生しておきます。はい、ではね塗装する前にねプラクリーナープラスでねこの表面の余分なねこの油分だったりとかね汚れを落としていきます。はい、まずはね下地塗装にサフェーサーのエボブラックを使います。下地塗装の方が終わりました。ちょっとね取り忘れちゃったんですけど、
こちらのね、練り消しを詰めてあったところもね、この綺麗に養生ができてます。はい、今日はですね、これから、筋彫りの方を入れていきたいと思うんですけど、もうすっかりね、隙間の方とかもね、綺麗になくなってますね。で、結構もう削ってね、消失してなくなっちゃってるところがかなりあるので、なかなかちょっと復元作業大変なんですけど、元のね、このインストに記載されているこちらのね、展開図の方を見本にして筋彫りをね、再現していきたいと思います。はい、使う工具はね、こちらのタミヤのですね、筋彫り用のブレードなんですけど、この桃色のやつですね、 0.15mm だったかな、こちらを使って筋彫りを加えていきます。で、あとですね、筋彫りを入れる際には必ず、こちらのですね、筋彫り用ガイドの、ね、テープを使っていきます。はい、まずは適当なね、長さで切り取っておいて、どれから入れていこうかな。まずここの縦のラインから入れますか。なるべくね、このガイドのね、粘着部分はね、触らない方がいいですね。粘着力がね、落っこってしまうので、触らないようにしてね、こんな感じでピンセットとかでね、使って貼り付けた方がいいですね。ちょっとずれたかな。で、線を引いていくんですけど、一気にね、入れようとすると失敗するので、ほんとね、この触れる感じで軽くこんな感じで線を入れていきます。でね、こうね、寝かして引いちゃうと曲がってっちゃうので、この面に対してね、垂直に刃を立てて、ほんとこんな感じで、で、結構ね、2、3回やるとね、だいぶ刃がね、ずれずにまっすぐ入るようになるので、もうこんなもんでいいかな。よし、あ、綺麗に入りましたね。次はここのラインですね。ちょっとね、新しいの出したんですけど、もうね、2度3度ぐらいね、繰り返して使うと粘着力弱くなってくるので、こういう場合はね、躊躇しないで新しいテープに変えた方がいいですね。粘着力ね、やっぱ落っこってきちゃうんですよね。で、粘着力がね、弱ってくるとね、このガイドの意味がなさなくなってくるので、次はここのラインですね。で、こんな感じで焦らずにね、慎重に、そしてこう軽く線を描きます。こっち側外はみ出しちゃったけど、
これ後で修正できますんで、このままにしておきます。こちらの今ねやってるエルロンのあたりはね、刃をね 0.25 に変えてですね、ちょっと太くして筋彫りを入れてます。もともとねこの線というかモールドが入ってたんで、ここは結構やりやすいですよね。なかなかうまく再現できたんじゃないですかね。結構ねこの筋彫りの作業ってね地味な作業だしね、全面に引かないといけなくなるとね結構長期戦になるので、正直ねあんまり好きな作業ではないんですけど、でもねこれをやると見栄えが全然違うので、やっぱねやった後にねなんかやった甲斐があったなって気がしますよね。いやーなんとか表面がね終わりました。ちょっとね修正しないといけない箇所もあるんですけど、じゃあちょっとね残りのこの裏面とかね横の部分も彫っていきたいと思います。いやなかなかやばい作業になってきましたね。もうかなり無数にね筋彫りを入れたんですけど、だいぶね目処はついてきました。もうね一応今入れるねこのラインでとりあえずね一旦大まかにはねこのお腹の部分は終わりにしたいと思います。
りました。とりあえず側面の部分もねこんな感じで入ってます。でお腹の部分ですね。でこの翼のね表面の部分も終わりました。あとはこのコックピットのね横側ですかね、ここを筋彫り追加していきます。一応筋彫りの方が終わりました。いや結構時間かかりましたね。なんだかんだ言ってね2日間ぐらいかけて筋彫りの方をね追加していきました。でちょっとね若干こういうねはみ出してるところとかがね何箇所かあるのでちょっとそのあたりはね修正をしつつこの後ね塗装の作業の方に入っていきたいと思います。はい、筋彫りを入れた時にねちょっとこのはみ出してしまったところとかをねこのまま入れてしまうと墨入れした時に当然このはみ出したところまでね墨入れが入ってしまうので今からねちょっと修正をしていきたいと思います。でこの時にね使うのはこちらのですね瞬間接着剤ですね。でこれタミヤのねイージーサンディングタイプで硬化した後にねヤスリとかで削りやすいようなやつになってます。爪楊枝のねこの先端で精密にねはみ出してねしまったところにこんな感じで瞬間接着剤をつけていきます。で、すかさず硬化剤をスプレーします。そうするとねもう結構ほんとね数秒で固まってしまうのでここをねこの表面がね平らになっているヤスリでね削っていきます。こうするとね、綺麗に修正できます。はい、こんなもんかな。はい、こんな具合ですね。はい、ではね、塗装の方を行っていくんですけど、基本はクレオスの308で塗装をして、で、イーグルはね、ちょうどこのトリセツで言うとグレーになってる部分なんですけど、こちらを307で塗装します。で、2色でね、塗装を行っていくんですが、とりあえず一旦ね、307で塗装をして、マスキングをした上でね、残ってる部分を308で塗装していきたいと思います。塗装する前にねこちらのプラクリーナープラスを使って、この塗装面の表面についているね油分だったりとかねあとホコリとかねあと削った時のねこのカスだったりとかが残ってるのでこの辺をね綺麗に除去していきたいと思います。でこれあんまりね力よく擦ると結構ね塗装面が起こっちゃうんで
まあ結局上から塗装するからあんまり気にしなくてもいいところではあるんですけど、塗装面が荒れちゃうんでね、こんな感じで簡単に塗装の表面を清掃していきます。これからね、塗装する箇所はこのグレーのところだけなので、裏面はね、とりあえず塗装は今のところはしないでおきます。次はですね、308を使って、このグレーになってるところ以外のね、部分に塗装をしていくんですけど、このグレー色になってる部分に関しては養生をしないといけないので、こちらにね、トリセツの展開図から拡大コピーしたものがあるんですけど、これちょうどこちらのね、プラモデルの実物と同じ大きさに拡大コピーしています。で、今からですね、このグレー色の部分をね、切り取りして、この実際のね、このプラモデルの表面にこう貼り付けて、養生のね、シート代わりにして使っていきたいと思います。でね、そして切り取ったね、シートを貼り付けていくんですけど、こんな感じでね、ちょっと厚みのある両面テープかなんかを使って、最初はじゃあまずこれからいきますか。際より少し離したところにね、テープを貼っていきます。でこれなんでこの厚みのある両面テープを使うかっていう と、ちょうどこのね、マスキングをしているところがね、しっかり境界線がついちゃうと見栄えがね、あんま良くないので、境界線をね、ぼかすためにね、隙間をこんな感じで少し開けてあげてマスキングをしていきます。もう一回ちょっとね、インストの図を見ながら場所をね、しっかり確認してつけているんですけど、ここを基準にした方がいいかな。はい、こんな具合でね、マスキングが終わりましたので、これからね、塗装の方に、移っていきたいと思います。では次はクレオスの308で塗装します。でこのね、養生をしたシートと実際にこれ塗装する面の間にね、隙間があるので、エアブラシをね、吹きつけるときに直接横からね、吹きつけちゃうと中に張り込んでいってしまうので、真上から塗装するようにしていきます。でね、ちょっとね、圧力落とした方がいいですね。なるべくこのミストが飛び散らないようにね、低圧で塗装します。
真上からです。真上から。はい、ではね、マスキングを外していきたいと思うんですけど、うまくいってるかな。ちょっと回り込んじゃってるかな。ちょっとね、だいぶこの辺とかね、細いとこやっぱ吹き返しがなんか入ってっちゃいますね。この大きい面積のところはね、結構色の差でうまくいったんじゃないですかね。はい、よし、どうだろう。あ、こっちはうまくいきましたね。まあこっちもうっすら入ってますよね。はい、あ、でもまあ悪くないですよね。一応こうぼやっと境界線がボケてる感じでね、入ってると思います。ちょっとこのね、ノズルの部分だけね、もう少しうまくいかなかったかなって感じはしますけどね。あ、垂直尾翼はね、うまくありましたね。ちょっともう一度ね、ノズルのところだけですね、補修をしていきたいんですけど、0.2 ミリのねエアブラシでちょっとね細拭きをして修正していきたいと思います。はい、ね、基本塗装が終わりました。でね、イーグル特有だと思うんですけど、今日はですね、このノズルのあたりをね、黒鉄色とかね、シルバーとか、その辺を使ってね、塗り分けをしていきたいと思います。で、ちょっとマスキングテープをね貼り付けてしまう前にですね、ちょっと簡単にこの表面の油分だったりとかを戻しておきたいと思います。はい、まずはね、下地塗装でサフェーサーエボブラックを塗装していきます。ノズル部分のね塗装はまずはシルバーを使っていきます。このノズルの本体の部分なんですけど、この表面をミスターメタルカラーのね、このアイアンを使って塗装していくんですが、ちょっとその前にね、この中をねホワイトで塗装してですね、ちょっとねこのウェザーリング的なやつをねやってみたいと思います。ではこのね周りをこちらのねミスターカラーのアイアンで塗装していくんですが、一旦ねちょっともう一回周りをですねサフェーサーのねエボブラックで塗装し直します。
ばね、この練り消しを使って、こんな感じでうまく養生をしていきます。はい、では次ね、ミスターメタルカラーのアイアンを塗装します。で、このミスターカラーはね、塗装した後にね、こんな感じでこすっていくとね、この、わかります？エッジの部分ところがね、表面がね、この鉄っぽくなってくるというか、剥げてくるんですよね。もうこの辺とかちょっとそんな感じになってますよね。で、磨けば磨くほどね、この鉄っぽさ感が出てくるんですよ。はい、でちょっとね、ここから新しい試みなんですけど、タミヤのね、このエナメルのブラックを一度ね、何をするかというと、今からね、このエラメルの塗料を使って、今からね、またこのノズルの内側をね、このエナメルの黒でね、塗装していきます。ちょっとね、エアブラシの方で塗装をしていきたいと思いますので、一旦ね、カップの中に塗料を入れました。これ結構ね、初めてやるんでうまくいくかどうか不安なんですけど、でこっからね、ちょっとうまくいくかわかんないんですけど、エナメルの溶剤をね、綿棒かなんかに取っといてですね、内側からね、垂直にこの磨き上げます。どうですか、なんかこの内側がね、この焼けてる感がね、すごい出たと思います。ではいよいよ機体にね、墨入れを行っていくんですが、こちらの墨入れのね、専用塗料を使っていきます。ちょうどいい濃度にね、調整されてるんで、とても使いやすいと思います。でもうね、筋彫り入ってるんで、結構ね、スーッて入っていくと思うんですよね。で、一応拭き取り用にですね、こちらにね、エナメルの溶剤を用意しておきましょう。一応こんな感じでね、すぐ拭き取れるように、これ不織布なんですけど、ちょっと用意をしておきます。早速入れていきますね。筋彫りがね、ちゃんと入ってるとね、こんな感じで、こんな感じでですね、うまくね、この溝を墨がね、走ってってくれるので、非常にね、墨入れがしやすいですね。で、いつもだとね、この全体的にあのウォッシングをね、したりとかするんですけど、ちょっと今日はね、ウォッシングなしで墨入れだけで、仕上げていきたいと思います。目がThank you.
はい、墨入れの方が終わりました。なかなかよくできたと思います。でね、今日はね、この辺のね尾翼なんかをつけてですね、ちょっと機体に汚し塗装を加えて、今日はねデカールを貼り付けていきます。それではですね、ちょっと汚しの作業を加えていきたいと思います。とりあえずね使うのはエナメルのねこの3色を使っていきたいと思います。でとりあえずエルロンあたりにねちょっと汚しを入れていくんですけど、こんな感じでグレーで色をつけていきます。このなんとなくねこの端っこの方というかこのエルロンの端の方にねまとめてこんな感じで汚しを入れます。でちょっとここでブラウンを少し加えます。はい、汚しのね方がだいぶ出来上がりましたね。結構ねこの辺とかねこの辺りとかねうまく入ったんじゃないかな。裏面もね、こんな具合でエルロンの辺りを中心にね汚しを入れてみました。でねこれからデカールの貼り付けの方を行いたいと思います。はい、デカールはこの中から使っていくんですが、インストの方はですね、この2タイプの種類のデカールで使い分けするようになってるんですけど、今回はですね、こちらのですね、アメリカ空軍第33戦術戦闘航空弾仕様にして仕上げていきたいと思います。
デカールを貼り付ける際にはね、こちらのマークフィットのね、ハードタイプを使っていきます。まずはこのデカールを貼り付ける位置のあたりにね、こんな感じでマークフィットを先にね塗っておきます。で、よいしょ。でまた貼り付けた上からね、こんな感じでマークフィットを塗っておいて、で綿棒とかでもいいんですけど、こんな感じで乾いた筆でね水分を抜いていきます。デカールの貼り付けの方が終わりましたので、これからランディングギアとかね、あと並走の取り付けを行います。はい、部品の取り付けの方がね終わりました。でこれからですね、艶消しのクリアでトップコートをかけていきたいと思います。はい、塗装はですね、ガイアカラーのねフラットクリアを使います。はい、ではキャノピーのねマスキングを剥がしていきたいと思います。一応これが最後の工程になるんですけど、このキャノピーのねこの縁の部分にね、このカッター色でね塗装をする指示になってるんですね。ただちょっとね、これから塗装するのはなかなか大変なんで、ちょうどねこちらに長谷川のねミラーシートで同じような色がありますので、こちらで再現していきます。
はい、キャノピーの方がね仕上がりましたので、いよいよねこのキャノピーを取り付けたら終了になります。よし、できた、完成しました。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。 Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。